現地に行った方から届いた3月21日現在の珠洲市の復興状況の様子です。珠洲市の復興は2ヶ月半以上経っても未だにこの状態で放置されています。政府は復興に向けて全力で支援しているとテレビでは言ってますが、本当にそうでしょうか。国が本気になったら東日本大震災の際のこのような悲惨な状態にある道路の復興もたった6日、ひび割れ程度であればわずか16時間で復興させてしまう力があるのに、未だに遅々として進まないこの状況をどう思っているのでしょうか。国会答弁では現場に行かなくても電話やネットなどで被災状況を細かく把握しているとか、きめ細かく速やかな対応をしているとか、聞こえのいい答弁をしておりますが、直接被災地へ出向き現地の状況確認をし、必要な支援を政府に要請している令和新選組代表のことをネット民をはじめ野党ですらやり玉に挙げ叩いておりましたが、これが現実です。リアルな現場の状況を確認している山本太郎代表の提案を聞かず、政府の広報では国民に募金を呼びかけ、石川県に旅行をして金を落とし復興支援をしようと GoTo キャンペーンを打つ、復興支援は片手間に裏金作りや言い訳ばかりの政倫審、そのまま復興財源確保の本予算も組まずに何にでも使える予備費の倍増を閣議決定、また使途不明金がたくさん出そうですよね。万博もオリンピック同様強行し中抜き万博になるんだろうな。東日本大震災は民主党時代、被災規模の小さな能登地震復興が今の自民党時代です。どっちがマシか火を見るより明らかですよね。マジで終わってるよな自民党って。